。前回動画で好きな人を振り向かせるコツをみんなに聞いて、いろいろな恋愛テクニックを身につけた恋愛マスターの私。前回の動画見てない方は見てからまた来てね。待ってる。はい、戻ってきてくれてありがとう。それでは実際、本当に効き目があるのかやってみましょう。題して、ジンタをキュンキュンさせちゃうぞドッキリー。それではどうぞ。どうも、キリタンです。ポポポポポと、いや、ジンだ。イエーイ。よいしょー。ジンさんとウーバーイーツを食べるということで。よいしょー。待っていきましょう。待っていきましょう。あんま言わないよ。待っていきましょうって言って、次のチームも待ってるだけだからね、だって。寿司か、これ。すごい。ほんと？うわ、タピオカ超久々なんだけど。私も。もう。あ、間違えちゃった。え、何、どうしたの？すいません、自分ナタデココ好きでナタデココにしちゃいました。間違えちゃった。いいよ。いいよ、俺もタピオカ好きだから。あー、え全然フォローになってない。せーの、ベビータッピー。あ、まあ、カバーイ。絶対上下関係表したいやつ。いただきます。あ、うまっ。あと一個お肉でいいですか？うん、お肉大好き。お肉大好き。お肉大好き。お肉、目悪いの？目、そう、目悪いんです。目悪いんだ。ネイル可愛いね。あー、変えたんです。うん、かわいい。ネイル。美少女戦士。そう。おっ。ここが YouTuber の一番面白いところだから。あと10分後ぐらい。すごいね、これ。すごい。食べたいですか？食べたい。お前何から食べる？お前何から食べる？お前めっちゃ舐められてる。じゃあ僕はタコ。いただきます。ありがとう。はい。うん、うまっ。おいしい。1個目タコからいくんですね。嘘。何からいく？マグロとか？いや、なんかさすがだなと思って。なんでだよ、そこでさすがを感じるね。なんか髪の毛、あれ、うん、いい感じ。なんかセット上手。さらに。え、嘘。うん、美味しい。私はわかりますよ。わかる。うん、今日ちょっとやっぱり切り玉させたから、ちょっと時間かけて。おお、5分ぐらい。いや、もっともっと。お、ほんと？3時間半かな。ありがとうございます。いやいや、もちろん。いい匂いの香水も降ってきて。うん、すっごいいい匂い、マジで。ねねねね、うん、箸使わないんですか？いや、しかも箸いらないでしょ。江戸っ子だな。これ添えてるだけだもん。まあ嬉しいわ、なんかこうやってきりたんぽが食えてるのが。まあバズで昔から一緒だったりとか交流とかはあったわけじゃん。うん、2人とかはなかったじゃん、今まで。うん、同じイベントとかでもそんな話さなかったりとかだしね。ん？イベント？うん、なんかバズのイベントとか出てないっけ。渋原コレクション、吉野とスカイピースさんと一緒になって。そうじゃん。その時ミッキーくんいたんですよ。あ、ええー、あのモデルさん、僕も時代の。そうそうそう、いたわ。え、その時にミッキーに会ってるのすごくね。あれ、ユージさん面白い。そうやって褒めてくれるのすごい嬉しい。ご飯粒ついてるけど。うん、美味しかった。よかった。うん、わさび食えてたね、意外と。うん、ほぼなし。で、きりたんぽって落ちた米気にしない人？何？なんかどこ？いた！わあ！え？写真と全くちぎりにくいです。言い方やめだろ。ちょっと元の肉見せて。元の肉見せて。マジで？しょっぱいとか送ってきてんじゃん。これすごいね。すごい。全然いいでしょ、私は。俺だっていいよ。俺がなんか急に、私は大丈夫ですけど、じいさんは怒ってますよねみたいな、なんか遠ざけんのやめてよ。俺も怒ってないですよ、別にいいですよ、別に。では、いただきます。いただきます。食べよっかな。うん、食べよう。いただきます。うわうわ、すごい。これソースかけちゃっていい？うん。あー、髪の毛入っちゃうから。そう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 。すごい、でもいいね。結構印象変わるね。うん、結構印象変わる、ね、夏だから。ああ、夏っぽいし、うん、服も
いただいちゃって、なんか人の唐揚げとか美味しそうに見えません？あー、わかる。食べかけの、食べかけの、わかる、わかりますよね。めっちゃわかる。俺食べかけのから食べちゃうもん。そうそうそう、イエーイ。いただきます。いただきます。硬さですよね、これね。見た目はもう岩みたいな感じで、いやでも口の中入ったらもう溶ける、溶ける。いただきましょう。はい、いただきます。硬っ。マジで鹿の肉。これチャーシューですよね。思った今、同じことやるか。まあ、味は美味しいよね。うん。で、Tinder 出始めの時で、わ、Tinder やってる人っていいんだと思って。すげえな。わ、じゃあ、いや、Tinder やってる人っていいんだ。いやいやいや。それが俺はフリースタイル。で、こうやってラップをかましたい。待って、これバルサミコ酢じゃないか。バルサミコ酢だよ。あー、苦手だよ。あ、バルサミコ酢苦手？食べれないよ。あげます。いいよ。あ、すごいな。そう考えるとすごい、マジで。うんふん。おい、急にどうしたの。急にどうしたの。うんふんの声とともに一歩近づいてきたけど、だってその画面ちょっと真ん中からちょっとずれ出してきてるからね。ちょっとそうか。いや、緊張する、緊張するよ、きりたんぽ。それはごめんなさい、ごめんなさい。お茶飲めます？あ、お茶あるの。あった。あったって。ほんと面白い。もうはい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 。じゃあ、どっちがいい？せーので見させていただきます。じゃあ、じいさんが思うやつでいいですか？お、いいよ。俺の好きなものを当ててくれるってこと。せーの、正解です。ですよね。え、すごい、分かってくれてんだ。だってもうね、これ飲みたいっていう顔してました。出てた。今こうやって撮ってさ、もう何時間か撮ってるわけじゃん、うん、その全部の全部を思い出せるわけじゃないじゃん。思い出せますよ。思い出せるよね、うん。本当にメモんないと忘れちゃう。だから私メモ帳でその時は分かっててやってたメモとかもこれ分かんないですもん。俺も日記書いてるね。じゃあ何月何日、何年何月何日って言ってもらえたら、2月の今年の2月、うん、分かりました。2020年2月6日ですね。なんで。え、ヤフーのスケジュール帳を使ってるやつ持ってないぜ。なんで。嘘。その時にふと思った面白い話とかもこう書いたんだけど、これもう分かんないよ、これ今俺見たら。英語で店員さんにバッターと伝えたらバッテラと言ってきて吹いた。あ、これ思い出した。もう本当にもうバカなんだけど、プライベートで留学生のふりをして俺が自分自身で、で店員さんに留学生のふりしてバルみたいな。聞いたんだ。その時に俺店員さんに、おばちゃんに俺がバレバレみたいな言ったの。そしたらおばちゃんがバッテラって言ってきて、ただただ留学生が無理してバレバレバレって言ったの。バッテラ。最近、うん、バジル育ててるんですよ。バジル育ててる家で。すごい。でもどうしても水やりを忘れちゃうから、ジンさんにしかこう頼れないから、うん、水やりやってほしい。え、俺が。うん。じゃあ毎朝ティータンポに、うん、家行ってとか、うん、まあ、電話してとか、うん、お願いします。いいよ。いいの？全然いいよ。うわ、それ嬉しいな。すみません、ジンさんにしか頼めなくて。え、俺に。うん。信用してるもんね、俺。うん、相当。え、相当。うん、相当。俺も。うん。うわ、じゃあ3個下だったらもうめっちゃ頼ってほしいわ。そうですか。うん、いや嬉しいな、先輩として。私年上大好き。え、マジで？え、マジで？うん、すごっ。俺も、俺もと、年上大好き。俺年上大好き。じゃあ、入れ違えたちょ、ネイルマジで見せてもらっていい？え、マジでいいね。俺さ、ネイルさ、好きなんだよね、みんな。でも芸術ですよね。え、超綺麗だね。うん、写真撮っていい？キモい男。え？違う違う、なんか、おしっこ臭くておしっこ臭くて、なんかでも間違えて俺の食べてるおしっこ飲んじゃって。なんで食べてんの？え？やめちゃいけないことで。
なんだろうね、まあもともと収集癖俺結構あるんだよ。みんなやってるので言うとカードゲームとか、小学校の頃カードゲーム、ポケモンとか遊戯王とかデュエマとか集めてて、中学生くらいで爪を集めたよ、もう俺。え、どこまで行きましたっけ。指指集めてたんです。指集めてない。裏世界の人やん俺。男ってでも収集癖あるよ。俺聞いたことあるのが、うん、俺はしてないけど、コンドームの袋、コンドームの袋集めて、あ、こんくらいやったんだって思う人もいるんだって。え、多分それ彼氏やってたら別れちゃうかもしれない。え、彼氏か、彼氏がそういう人だったら。え、それあれだよ、でもそれ自分か、彼女だけでも、彼女私のだけでもってこと。うん、引くよね。話し合わせてるやつみたいな。引かれないようにちょっとずつ引くよね。キュン、飲みっぷりいいね。うまい。うん、煉獄さん見ました、鬼滅の刃。見た。泣きましたよね。泣いた。2回見て2回泣いた。はい、わかる。わかる。うん、2回見ました。むしろなんなら2回目の方がなんかストーリーわかる。それはない。早いって否定、早い。1回目だったそこは、うん、暑いな、なんかここなんか暑いね、スタジオね、うん、なんか今日なんか湿気もすごくって。確かにちょっと雨降ってたじゃん、うん、なんかクーラー効くのかな、かゆいの、暑い、暑いなんか赤くなっちゃってる、かきすぎて赤くなっちゃってる、大丈夫、暑い、青で青でか、なんか、うん、暑い。怖いやん。ブンブン言ってる。あーい、うわ、何これ、いい匂いが飛んでくる。でもみんなが笑ってくれたから。どうしたの、んこれ。キュン、こんにちは。水好きですよ、水分。うん、好き、大好き。好きですよね。終わりだった。待って、落ち着け。落ち着いて。私お肉すごい好きで、ジンタンもすごい好き。え、俺も好きなの。それタンの話じゃなくて俺も好きなの。うん、ジン、え、これ。うん、好き。好き。それ緊張するな。え、スキッピー。うん、スキッピーって言葉めっちゃ可愛いな。スキッピー、お肉よりスキッピー。肉より好き。それどういう感じなんですか。肉だと俺のこと肉かなんかだと思ってる。え、肉かジンタンだったらジンタン。めっちゃお腹空いてる時にゴールの先に肉かジンタンがいたらジンタンの方。ガチでそれ。ガチ。え、俺のとこの恋しちゃってんじゃん俺に。マジで好き。いつから好きやったの。さっき。え、さっき好きになったの。あ、じゃこのコラボ聞く時にスキピになったんだ。スキピになった。うわ、めっちゃ嬉しい、ありがとう。じゃあ俺島袋に自慢しとくわ。どうしたの。キュン。え、え、ね、ん、ウィンク、え、え、なんかしてきた俺に。してないです、何も。してない、見間違い。いや、してるやん。撮影中急にウィンクしてくる人。ウィンクって何。ウィンクってこれのことだよ。してたしてたか、してないか、ずっとしてたと思うけどね。それ、それをウィンクって。あ、これウィンクって言うの。これウィンクっていうの。ゴミ入ったのかな、それか。あ、全然ごめんなさい、無意識でした。無意識で出ちゃうの。じいさんって何、食べ物何が一番好きです。俺なんか前から言ってんのは、うん、タラコパスタめっちゃ好き。ん、キュン、タラコパスタ。ん、いや、たらこパスタ。たらこね、脱毛しちゃうんだ。昨日は腕と脇とエチケット、まあ俗に言うチンゲ、うん、やってきた。俗に言いすぎてる。でも超ツルツル、よかったっすね、うん、見る。動画切れた週刊誌を作った方がいいよ。じゃあ
それ以外で言うのじゃあ性癖教えてよ。性癖は別に、性癖は別にいいじゃん。性癖はいいでしょ。え、必死。まだ何も言ってないのに。なんかいろいろあんじゃん。なんかチャラい系とか、うん、塩顔系とか。怒ってるよね。怒ってるよね。ごめんね、なんか続けてください。まあ、最近流行りの塩顔系だとか、まあ、醤油顔系、ソース顔とかなんかいろいろあるけど、その中だったら何が一番好き？え？誰ですか？塩。塩やん。みんな塩。でも世の中の女子はもう8割8分塩が好きで。うん。どうした？ん？どうした？塩が好きですね。いやいやいや、違う違う。塩が好きじゃなくて、これどうしたの？ん？こうなっちゃった、今。塩だな。塩か。はい、伊藤健太郎みたいな。わいはい、塩塩塩。めちゃめちゃワイファイワイファイファイ、もう出ました。コップを斜めにするの。うん。斜めにすると、ストローもちょっと斜めに切る。うんうん。で、斜めのところをこうやって、で、スッと意外と行きやすい。目と目が合う瞬間、好きだと気づいた。あなたは今、どんな気持ちで。目と目目と目が合う瞬間、好きだと。見て、見てて。ちょっと待って、ジンタもこんな感じになってた。俺 AGA 通ってる。ありがとうございます。実はん今日なんかありました？なんか今日きりたんぽちょっと違うなみたいな。いやなんか挙動不審だったね。挙動不審？なんか変だった。変な時あったよ。それなんか思いました？いやだからなんか気に触ったかな。気に触きりたんぽのノリかな。きりたんぽワールドなんかなって思って俺の中でも収集つける。それキュンキュンさせてました。で分かってたと思うけど、うん、一番キュンキュンしたところ教えてもらっていいですか？あ、今日キリタンポとの撮影の中で一番キュンキュンしたこと、はいはい、なんだろうな、ハイタッチ。ハイタッチ？それ意図としてない。こうやってる時にいい匂いがこうファーってきた時とかは、うん、結構まあ確かに今思えばあれキュンキュンしてたんだなってこう思う、ね。ああ、それじゃない。それじゃない。それじゃない。それもない。マジで、まあ、だからでもありすぎて選べなかったっていうことか。でもなんか突然ウィンクとかしてきて変だったなと思った。変だった。でまあでもいつもと違くってキュンキュンしたってことです。キュンキュンをしました。キュンキュンしました。いつも抑えてるんだけど、うん、あ、本当あんの？そうでしょ。魅力みたいな。ありますあります。でもちょっと今日はちょこっとだけ出した。うわ、じゃいつも隠してんだ。え、ちょっと出たのあれ、ちょっと全部出たの氷山一角。これはガチで自分に対して紹介だから、やっぱ紹介動画だったんだ。 YouTube 俺の一枚格を利用して自分のテクニックを紹介してたんだ。俺のサブキャラか。悪いように言ったらね。いや、だからジンタをだから、うん、キュンキュンさせたよみたいな。あー、すごい。俺だって好きになんないのに途中から気をつけてたもん。そうでしょ、そうでしょ、そうでしょ。セクシーすぎて。そうでしょ。撮影前にもやってました。何を？ LINE 見て。え？ LINE 今日やってた。え、嘘。気づかなかった。全然気づかない。風めっちゃ強いので気をつけてください。違う。あ、違うの？あ、ごめん、10分遅れちゃうに対して全然大丈夫ですっていう優しさ。違う。どれ？あ、分かった。楽しみ、お願い。違う。あ、分かったぞ。ご飯食べないで来てくださいですだよ。それ。えー、分からん。もう分からん。それマジ。いやいやいや、それみたいなのやめてよ。分からん。ご飯食べないで来てくださいですだよ。バカだよ、もうただの。バカだよ、ただの。マジで。それ。え、俺マジで1ミリもなかった。
それ、あ、空気学なんだって思ったぐらいしかなかった。だよ。だよ。こっから、じんたんの心掴んでました。あ、でも俺も、見てみて、次の。もう、ハマってんね、俺。かしこまり出すの。それ何これ、夢中になっちゃってる。夢中になっちゃってるの頭いっぱい。あ、キルダム、頭いっぱい。マジで、頭いっぱい。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ。バイバイ。バイバイ。キュン。じんたん、バイバイ。バイバイ。みなさん、バイバイ。いいか。いいか、モテないよ。私、最近何ラップっていうか、韻踏もうと思って。うわーい、ちょっとやろうよ。簡単にか、もうそんなね、ちょ、キリタも今さ、もうラップなんて、ラップなんてって思ったでしょ。ラップなんて、ラップなんて、私なんてって思ったでしょ。ラップってもう、喋り。あ、喋り、喋りトーク、トークキャッチボール。キャッチボール。あ、じゃあ簡単だ。会話に BGM があると思って。あー、まあ、その BGM カフェだ、カフェだ。そう、カフェカフェの会話だ。いきますよ。はいはいはい。え、早っ。いや、難しい、急に。 Yeah、 俺がかますこのビート上だから上に登る気分上々。そうそう、ラップはこうやってやるんだ。キリタン楽しむんだ。見えてくるよ、しのそこに消えるきっと。君を信じる心がありゃきっといいよ、インポ。キリタンのかますぜ。俺はやっていくぜ。肉が全然違うぜ。そんなことはティンダと一緒。Yeah! 俺。